はい、続きまして、ウォナビバファスナーハーフタイプ3499円、高級ですね。なんか雰囲気さ、スポーツ用品っぽいね、うん、ちょっとおしゃれ、うん、L サイズおしゃれおしゃれ、あの水泳の水着みたいな感じです。着やすいかな、うん、これは乾きがいいわ、多分。確かに。うん、見た目がちょっとあれですよね。水着だね。スポーツ、ね、上の方に着た方がいいのか。上の方に着るのかもしれない。今入った。結構楽なんじゃない？楽ですね。ね。うん、ほんとスポーツ用品って感じ。楽さはある。うん。急に腹気にしちゃう。今更だよ。楽だけど、なんか潰れてる感は自分的にはあんまりないですけどね。ほんと。潰れてんだね、一応。もうちょっと、こんぐらい、きっとなった方が安心かな。あと、やっぱりこのタイプのやつは自分は透けた時がちょっと怖いですね。うん。何スポブラしてんのって言われたね。なんか下に行っちゃってない？上に上げればいい。ああいうタイプだとやっぱ1日3つ着ないと、つけちゃった感じ。まあでもおっぱいがあるって感じはしない。うん、あと俺気になったのここ痛いっしょ、ここ。あこれね、確かにチャックだと。チャックね、そこは問題だと思うんだよね。で絶対ここかぶれるし、ここのチャックのところ、うん、着てみます。あ、着てみようかな。脱ぐと着るはバッチリよ。そうだね、やっぱり、うんうん、ああ、あ、もう、うん、スポブラって感じだね、本当に。あ、全然大丈夫。まあ、擦れるっちゃ擦れるけど、ここがね。まあ、さっきよりは全然大丈夫。締め付けはそんなにないよね。うん。まあ、あと、もう、うん。いや、ほんと、スポーツ用品って感じ。中は面ですね。うん、前の中は面。中、前の中が面。うん。よく伸びる。うん、エアロビクスができそう、うん、です。はい、それだったらベンチプレスとか結構、うん、オッケー。ああ、ベンチプレスね、いけそうっすね。あれ結構こなすじゃないですか。はいはいはい、多分大丈夫っす。次、洋服の岡さん、ファスナーハーフタイプ、サンプル提供です。これね、サンプル提供してもらったんですよ。で、なんと、ちょうどね、俺のぴったしサイズだった。うん、これは、バストが85から86。トップ締め付けた時が79から81、ウエスト76。岡さんのところは、フルオーダーなので、この後ね、ユパー、に着てもらうやつはユパのフルオーダーを頼んだので、そっちも見ていきたいと思います。とりあえず俺のね、この、俺のとか言っちゃう。俺が。で、これはチャック式です。超面。超面。で、チャックがさ、わかる？ここから下にこういう感じで、こうなんかこうポケットみたいになってるけど、これポケットじゃないからね。うん、多分乳首透けないように。ただすげえ、もう面だから
伸びない。深呼吸はできない。うん。です。一番きつそうな、今まで。ここの肉が、もう、はみ肉っていう感じかな。ね。こんな感じ。うん、ただもう、本当に潰したい人は潰れるんじゃないかなっていう感じ。で、まあさっき言った、ここが気になるって、さっきね、ジッパーの話で言ったんだけど、ここには、こう、金具がここにつかないようになってる。でもこの下のところは、まあちょっとついちゃう感じにはなってる。はい。はい。苦しいです。まあ、あとは苦しかったら徐々にこうやって開けていく開けていく感じかな。うん、ね、これでスポーツはちょっとね無理だと思うな。まあ本当元祖鍋シャツっていうぐらいだから、本当元祖なんだろうなっていう感じ。でもしっかりした作りっすよね。うん、結構多分結構あれっすよね。お高そうな、ね、うん、オーダーだし、オーダーだ、がっちりしてるよね、本当に。じゃあユパのフルオーダーも着てみようか。はいはい。それが次の、うん、と、洋服オーカーフルオーダー綿 100% 6800円、代引き合わせたら8100円です。うん、これね、まあツイッターのこの企画やるよっていうところから、この岡さんの鍋シャツちょっと試してみてみたいな感じの人がいたので、ちょっとね買ってみたのよ。いいですか、着て。いいよ、着て。あ、これもジッパーなんだ。ジッパーで前、うん、ジッパー前下からっすね、うん、下から。フルオーダーだからね。なるほど。なんか、ね、後ろ姿はベスト着てますみたいな。うん、そのまま喋ってんだ。で、やっぱりここだね、ここ。ここね。この、ちょっと おっぱいなところが、柔らかいところが。出てくるね。そうだね、なんか細く見える。ここが細く見える。細く見える。ちょっと下向いてでも。あー、まあでも。ちょっとここが胸っぽいな。こう上に上がってる、上に上げてあれしてるから。ただ上に上げないと垂れちゃうんで。そうだよね。手術するときに垂れちゃうとあれだっつって、うん、上に上げるようにはしてるんで、こうなっちゃうかなやっぱり、うん。下げればね、多分ね、上から押し付ければいいんだと思う。ああ、なるほどね。でもそれだと手術のときにやっぱり。来たわけでしょうね、多分そのための上からなんでしょうね、うん、締め下にこう落として、うん、潰すと。元祖だから。そう、潰すのが目的だからね、うん、ただ自分はあんまり上からギュッと押し付けるのは手術の時にあれなんで、おすすめはしないです、うん、確かに、うん、し、ちょっとね、おおっぱいわかるわ、こう触られると。これはまあ触んないですけどね、普通普通は触らない。ライン的にちょっと自然ではないかもしれないです。やっぱりここまでが結構きつくて、こっから出てるんで、ぴったりした服を着るにはちょっとあれかもしれないですね。深呼吸して、多分バチッていく。いく。やっぱりそのあるものを潰してるわけだから、だから
まあ何が自分に合うかで自分たち的にはちょっとあれだけど、多分胸の形とか垂れ具合とかによっても向く人もいるし向かない人もいるしって感じ。これね、逆にない人でバッチリ止めたい人だね。ああ、ない人の方がいいかもしれないですね、うん、A ぐらいの人でバチッとこう止めたいっていう感じだね。じゃないとなあ、おっぱいねな感じがする。そうだね、まあ歴史が長いですからね、ちゃんと潰すように作ってるんでしょうね、うん、上からね、ほんと潰れるようだね。はい、